皆さんどうもこんにちは、浦吉です。はい、ちゅうことでね、今年最後のね、僕のガンプラはね、何かというと、まあ、これですね。HGUC 百式リバイブリバイブパチ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 ということでね、こいつを作ります。何でかっていうと、もうあのね、旧 HG 百式がね、もう限界ですね。あの並べてもね、違和感ありありなんですよね。まあ、体型がこのリバイブゼータ、リバイブマーク2と比べて、まあちょっと違うんでね、もうボテッとしてるから。ただね、まあ部分的にはリバイブ100式は上回ってますね。あのリバイブ100式ちょっとやりすぎてますね、スタイルが。うん。だって足首の大きさとか半分ぐらいじゃね？こんなになっちゃってんだよね、今ね。これ。ちょっとこれ、ヒロイックすぎるかな。あ、部屋で。あ、出なかった。でね、今回ね、リバイブ100式。ゴールドメッキ仕様じゃないですよね。旧100式は、これ、ゴールドメッキ仕様なんですよ。僕の大好きなね。僕ゴールドメッキ大好きなんでね。まあ、こんな感じで。ただ、ゴールドメッキってさ、まあ、年数経つとね、傷んでくるんだよ。なんかボコ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 、なんか表面がおかしくなってくるんだよ。で、あとこういうさ、まあ、今は違うけど、こうやってほら、合わせ目が消せないとかね、あんだよね、こうやってね。合わせ目、出っ放しなんですよ。ただ、この100式出た時にね、すげえと思ったのはアンダーゲート。この手を切っとってさ、普通に組むとさ、この合わせ目以上にさ、切り出したゲート跡が気になるんだけど、この100式アンダーゲート仕様っていう画期的なね、仕様で、多分バンダイさんが最初かな。最近はね、ただね、模型メーカーも真似してますけどね。だからバンダイさんが先駆けのはず、わかんない。ちょっと、知ってる人がいたらコメントに書いて。多分、このアンダーゲート、メッキとか塗装物の、本当泣きどころのアンダーゲート。本当にね、ゲート跡がさ、本当目立つじゃん、これ。その泣きどころを、アンダーゲートっていう手法でね。まあ、知ってるよね、アンダーゲート。説明しねえけど、いちいち。アンダーゲートっていうね、ニッパーで切った跡が目立たない仕様にはなってるんですよね。まあ、つまりこういうことですね。はい。まあ、これ今塗ってる最中なんだけど、わかります？あ、火が出る、今度こそ出る！はっ！あ、いっけー！で、この、わかる？見えなくなる内側にゲートがついてるんですよ。だから、こういうさ、塗装済みとかメッキパースとかをニッパーで切っても、このゲートの跡が裏面に来るんですよ、これ。これマジ感動したからね。このシステムを、真っ先に採用したのが、この HGUC100 式なんですよ。何番目だっけ HG の1番がガンキャノン、2番目がギャン、3番目がザクスリカスタム、4番目がキュベレ、5番目か。HGUC5 番目でそんな画期的だね。アイテムを出してくれたバンダさんありがとう。はい。ねえ、僕ね、最近ね、時短で、ランナー塗装してるんですよ。で、なんでかっていうと、この100周年がそうなんだけど、思いっきり全部これ、アンダーゲートになってるから、塗装後にニッパーでちぎってもね、目立ちづらい。まあもちろん全部がアンダーゲートじゃないんだけど、ほぼほぼ目立つところは全部アンダーゲート。しかも、合わせ目がないから、最近のキットは。もう全部塗っちゃいました、俺。まあこんな感じで。日曜日塗っちゃったんですよ。ここにほら。全部塗っちゃいましたね。この、金の部分はね。で、他の部分はまあ別に、なんだろう。まあ他の、金以外の部分はね、アンダーゲートじゃないんだけど、別にそこ、特に気になんないから。ほとんどがほら、こういう、なんだ、内部フレームだから、あんまアンダーゲートじゃなくても気にならないっていうね、感じですね、はい。で、どうしても合わせ目が目立つ部分は、まあこうやって最初からもう合わせ目を消して組んでます。本体のパーツだとこの背中のバインダーの部分がね、がっつりもなかなんで、これだけ合わせ目消しましたね。はい。ここをね、消しとけば多分ないんだよ、合わせ目も。この2箇所だけ。で、ライフルと
バズーカは当然消してます。はい、当たり前だけど、はい、ライゼンとバズーカは消してます。はい。なんで、実情もこのキットはね、もう、ここまで処理しちゃえば合わせ目がないんですよ。うん。やっぱライゼルとかはね、がっつりモナカなんで、消すしかないんだけど、うん。まあ、この辺も特にね、小豆色の上に小豆色塗ってっから多分これゲート跡も気にならないと思うんだけど、うん。まあ、この辺もね、うん、青に青を塗ってるから。なのでね、もう、なんだろう、時短、うん、時短とそうなる。何気にさ、猫の手にさ、猫の手クリップにつけるのはもう面倒くさいじゃないですか。うん。別にアンダーゲートだったら、こういう、何ランナー塗装もありだと思うんだよね。みんなほら、これアンダーゲートだから、ほら。うん。ニッパーで切ったとか目立たないっていうね、素晴らしいよね、これね、はい。まあ、そんなわけでね、まあ、こんな感じで、客式を作ってますと。まあ、いうことなんでね、うん。いや、さすがにね、今ね、この客式、やっぱ素晴らしいキットなんだけど、やっぱ足がでかすぎてさ、うん、体型もちょっと今の体型じゃないんだよね。やっぱ、見劣りするじゃないですか。こうやって見比べた時にさ、このかっこいいね、リバイブのゼータとさ、マーク2と比べて、やっぱ見劣りしない。変じゃん、ちょっと。なのでね、うん、ちょっと、並べたいから、百式をね、かっこいい百式並べたいから、今年最後のね、全塗装を百式にしますんでね。はい。でね、なんだろうな。あれ、何気にね、やっぱメッキ、このゴードのね、キットはね、やっぱメッキに勝るものないと思ってるんですよね。例えばほら、これ。いつかつけるけど、この、ちょ、見えねえな。この、デルタガンダムね。うん。デルタガンダムもこれゴールメッキ仕様なんですよ。これ。うん。4200円、ちょっと HG にしてお高いけど、これゴールメッキ仕様なんですよね、これ。ほら。やっぱね、金のね、表現はね、メッキなんだよ、所詮。メッキに勝てないんですよ。これ、ほら。うん。メッキ出してたからな、これ。ただ、なんだろうな、ガンダムベース東京とかに売ってるさ、ガンダムベースキベ東京限定のさ、スタニウムフィニッシュとかってさ、古いキットが多いからさ、アンダーゲートになってねえからね、やっぱ1万超えとかね、2万近くてもね、ゲート跡が目立つのがすんげえ嫌でさ、ゲート跡と合わせるだけはちょっと許せないね。うん。なので、こういうね、アンダーゲートのキットはね、バンバンこういうね、ゲート跡が目立たないから、バンバンこうやってやっていくといいんだよ。うん。時短になるしね、時短。うん。こんなね、もうほんとこだわってガンプラなんかね、結婚してるね、お父さんは突き出ませんよ。うん。こんなさ、ちっこいパーツいじってたら速攻嫁さん飛んできてさ、ちょっとあんた、そんなね、ちっこいパーツばっかいじってないでね、私のちっこいパーツもいじんなさいよって言ってくから絶対。ああ。やだよ、疲れてるから元気になれねえよ、つったら、何言ってんだよって、私の豆を食べれば元気になるわよって。なんねえよ、てめえの豆はせんずかよ、つって夫婦喧嘩が始まっちゃうから、マジでなんだろう、休む日にね、ガンプラ作るんだったら、もうこういう、もうランナー塗装でパパッと塗って、パパッと組み立てる。うん。ほんと早いかんね、これ。うん。まあ、キットは選ぶけど、うん。古いキットはね、ダメなんですよ、やっぱ。合わせ目があるじゃないですか。合わせ目があるから、もう話になんないんですよね。このランナー塗装しちゃうと。でも、最近のキットは、ランナー塗装しても、合わせ目もないし、うん。まあ、そこそこ、いける。うん。実はね、よっ。このリバイブキュベレーも僕、このランナー塗装してますけど、わかんないでしょ？ほとんど。そのランナー塗装してるって。うん。これランナー塗装してるんですよ、これ。合わせ目もないし、最近のキットはね、ゲートが細いんですよ。昔のね、HG とかね、ゲートがぶっといんだけど、最近のね、新しめの HG とか見るじゃね、ゲートがね、細いの、すっごく。見た、わかる？細いのよ、ゲートが。うん、昔はさ、ほら、今ほら、見てこれ。接続部分がさ、細くなってんじゃん、先端が。でもね、昔はね、このゲートの太さがそのままくっついてたから、まあ目立った。でも最近は、ゲートが細いから。うん。これとか全然わかんないでしょ、パッと見。うん。
目立つところはさ、リタッチしてさ、あげれば。まあ、時短になるから。嫁さんにね、怒られないで済むからね。うん。まあ、あんまふざけてると、嫁さんにね、豆、私の豆いじんなさいよって、ね、私の豆も可愛がってよって、もう、好きからね、ほんとにね。はい。こんな感じだね。あ、そうそう、これね。王子ね。王子。うん。この王子なんかもそうなんだけど、これもまあ、ランナー塗装したんだけど、やっぱりこれさ、スター、なんだっけ、名前忘れちゃった。ガヤさんのカラーなんだけど、うん。まあ、メッキっぽく塗ったところで、やっぱ本物のメッキには勝てないから、うん。なんで僕、メッキは否定しません。ただ、何やっぱアンダーゲートにね、してほしいよね、最初から。うん、主役級のキットは、例えばゼータガンダムとかさ、その何かガンダム系ってどうせ何かしらのさ、スペシャルキット出すんだから、バンダさんも最初からさ、アンダーゲートで出してほしいんだよね。トールクス3とかさ、何、チタニウムフィニッシュ売ってるけどさ、あれやっぱゲート跡がすごいから、ちょっと買う気起きないね。なんで1万円超えてんのにあんなゲート跡の汚ねえのを買わなきゃいけないんだって話だよね。はい。あ、そのうちね、ちょっとその手のさ、スペシャルコーティング仕様のキットもね、擦ります。そのうち、擦っていくんでね。いくつか持ってるんで、うん。昔のチャッチーね、スペシャルコーティングバージョンのね、ガンプラもちょっと擦れますんでね。はい。お楽しみに。はい。ところでね、今日はそんな感じです。じゃあな。